place. Sur la glace, représentant le Canada. On the ice, representing Canada, Patrick Chang. Jimoto Canada 大会は当たり前のように頂点に立ったパトリック・チャン。3連覇中の世界チャンピオンの今シーズングランプリシリーズ2戦目。この大会に向けていい練習ができた。何一つ心配していないと本人も手応えを感じています。22歳パトリック・チャン、ショートの曲はエレジー。まずはカナダ大会決めることができなかったショートの4回転3回転。4回転トーループ3回転トーループ見事に決めてみせました。トリプルアクセル決まりましたね。落ち着いています。ショートは昨シーズン世界最高得点をマークした自身のプログラム。演技後半のラストジャンプ、トリプルルッツ、ジャンプに乱れはありません。そして高い評価を受けるこの静寂の中でのステップ、圧巻の演技を見せました。まさにこれが世界王者パトリック・チャンのほぼ完璧な演技だったと言っていいでしょうね。これはね、そうですね、もうシーズンが始まって本当にもう彼なんかはここに合わす必要はないんですけれども、はい、それでもこの滑りをしてきますからね。カナダ大会では冒頭が3回転3回転になったこのショートプログラムですが、今日も4回転3回転は完璧に決めました。まずジャンプに関してはもうほぼ完璧と言っていいですか。まあ、彼の中ではもっと質のいいものを持ってるんで、彼の中ではまだまだかなって思ってる部分はあると思うんですけども、まあミスではないですから。冒頭のコンビネーションです。今日はトリプルアクセルもしっかり決まったし、
そうですね、練習の段階ではこのトリプルアクセルが大きな、まあ、ポイントになりそうだと本人も相当繰り返し練習をしていました。まあ、昨シーズンと同じ曲、世界最高得点をマークしたこのショート、この後日本の羽生結弦が登場してきます。パトリック・チャンのショートのパーソナルベストは 98.37。 どんな得点が出てくるんでしょうか。この後の羽生に大きなプレッシャーを与えるパトリック・チャンの演技でした。演技を見ていなくても、はい、点数は聞こえてきますからね。羽生選手はこれを先にやられるとちょっときついですね。世界王者パトリック・チャンの得点です。あー 98.52、 なんと世界最高得点がこのショートで出ました。とてつもない得点をマークして、さあ